カオハガン島は、フィリピンセブ島を沖、ラプラップ市のオランゴ干渉に属する島の一つ。島の人口は600人前後で、島中に、ヤシの木などの植物が群生し、自然豊かな美しい土地。1991年に、元出版社社長の日本人、崎山勝彦がこの島を購入する。以来、島の教育、医療、産業などを整備し、小規模ながら、島内に、 ロッジや公共トイレなどの宿泊施設を設けることで、グリーンツーリズムの精神に基づく観光を、島民の収入源にするなど、積極的に行動を起こしている。崎山が、自らの著書で、カオハガン島のことを、何もなくて豊かな島と紹介したことで、日本での知名度が上がり、観光客が増加した。崎山は他にもアイランドキルトと呼ばれる、キルト作りの指導など、 様々な方法で、島民たちの経済的自立を支援している。1995年、前述の観光客らが、島民の子どもたちの教育環境の向上などの目的で NGO、南の島からを設立。会費から、島民の子どもたちが高等学校へ進学するための奨学金を提供するなどの活動を行っている。キャッチフレーズは、 堅苦しさのない自由な南の島から、2007年頃から、ラプラップ氏の許可を得て、カオハガン沖に約36万平方メートルの熱帯産後症保護区を作る計画が開始。セブ市のサンカルロス大学の協力のもと、環境管理などを行い、漁業保護区とする。2009年6月からは前日の NGO、南の島からによる支援も予定されている。ありがとうございます。